中村不施肖像海岸の三人娘1939年、東京国立近代美術館、中村不施から1943年6月6日、は、明治、大正、昭和期に活躍した、日本の洋画家、書家、聖五位、太平洋美術学校校長、夏目漱石、我が輩は猫であるの挿絵画家として知られる。中国の書の収集家としても知られ、 当代の初家である、眼神経の現存する唯一の親戚と言われる、眼神経自書建中国新庁などを収集し、1936年に、台東区根岸市の旧宅跡に、書道博物館を開館した、稲市立高等図書館にある不施の小父、現蔵、母、龍の子供として、江戸の京橋八丁堀に生まれる、名は、太郎、1870年には、 明治維新の混乱を避け、一家を挙げ父の郷里の長野県高藤へ帰る。幼少より絵を好み、物の形を映すことを楽しみとした。19歳の時、北原安定に、関石、マカベグモ教に南が、白鳥ツタナアンに章学ぶ西高藤学校授業生となる。21歳の時、西稲部学校の助教となる。22歳の時、飯田小学校で、図が、 数学の教師となる、担任生徒に、後の菱田俊僧、樋口竜京がいた、夏季休暇を利用して、河野二郎に、洋画の処方を学ぶ、中村不設、設、糸、夫妻1887年4月に上京し、高橋小暦用の館に住み込みながら、画塾、不動者に入門、小山翔太郎に指示し絵を学んだ、25歳の時、第二回明治美術会展覧会に、 水彩画3点を出品。1891年に、油彩画をはじめ、現存する最初の作例、自画像を制作。28歳の時、第5回明治美術回展覧会に、あわれむべし自宅の写生かを出品した。1894年には、正岡式に出会い、日本新聞社の発行する新聞、日本の記者となり、新聞、小日本の挿絵を担当する、新聞、 小日本126号に俳句が掲載され、初めて、不説の名を使用する。30歳の時、正岡式と共に、日清戦争に従軍し、中国に渡り書に興味を持つ。31歳の時、堀場糸と結婚。日本新聞社に入社し引き続き、差し絵を担当する。34歳の時、第10回明治美術展覧会に、むり、紅葉村を出品。 紅葉村は1900年のパリ万国博覧会で、報賞を受賞する。その後、下役中、根岸シ31番地に画室を新築し転居した。1901年6月にはフランスへ渡り、ラファエル・コランに支持する。島崎東村が観光した、落売集の挿絵を担当。37歳の時に、アカデミー・ジュリアンに展示、ジャン・ポール・ローランスらから、絵の指導を受け。 39歳で、ジュリアンュ塾のコンクールに入賞。また沼田和正、岡聖一と共に、ムードンへ赴き、オーギストロダムを訪問して、署名入りのデッサンをもらう。同郷の小木原六山がパリに留学すると、その面倒を見た。フランス留学から1905年に帰国後は、明治美術界の後ろ身である、太平洋画界に所属し、主に歴史画の分野で活躍して、 東西の歴史を題材とする油絵を多く描いた。1907年の時期の作品である、建国創業は、東京府主催の官僚博覧会に出品され、第一等を受賞したが、天皇家の祖先が見たる天テラス大臣とそれを守護する七人の拝みたちを、すべて裸で描いたため、当時の文部大臣であった、久喜隆一は、不敬であると激怒した。なおこの作品は、 関東大震災で消失してしまった。夏目漱石、我輩は猫である、上官差し絵また、森大貝や夏目漱石らの作家とも親しく、差し絵や大事を手掛けることも多かった。島崎東村の詩集、若菜集一葉集の差し絵を担当した。1905年に、我輩は猫である、上官が刊行され差し絵を描いた。漱石は不説に当てて、 発売の日からわずか20日で初版が売り切れ。それは、不説設の軽妙な差し絵のおかげであり、大いに売り上げの景気を助けてくれたことを感謝する、という胸の手紙を送っている。翌1906年には、伊藤幸男の小説、野んの墓の差し絵も手がけている。1922年7月9日に、森鴎外が没した際は、初版中村布設に委託し、 国内省陸軍の英天派絶対に取り入りやめを受け布との遺言,言により、苦節が墓姫を記号した。台東区立書道博物館その後、日本新聞社を退社し朝日新聞社の社員となる。43歳の時、竜眠り町を観光。前田木大鳥らと、顕筆会を結成。47歳の時、川藤壁後島らと、竜眠り会を結成。乱ジ所観光。 49歳の時、東京大賞博覧会に、格年無償を倒出品。長年2年3月日を入手。50歳の時、下役上昆願125番地に転居する。芸術解剖学、石壁不発行。51歳の時、不説三人平身発牧第一集。第二集を観光。第十回分店に、黎明、黄昏を出品。64歳の時、 太平洋美術学校が開校し、初代校長に就任した。晩年は、自ら長年にわたり収集した書道資料のコレクションを保存展示すべく、書道博物館の創設に尽力し、67歳の時に博物館創設に着手する。70歳の時、帝国美術院は開祖しその会員となる。この頃、書道博物館が文部省より財団法人の認可を受ける。 71歳の時、1936年に書道博物館が開館し、同年11月3日に開館式が行われた。72歳で帝国芸術院に入会、1943年6月6日、夕刻、脳一血のため、下役の自宅にて休止、去年78歳、6月10日に中根義士久志商事にて、告別式が行われ、 玉霊園に埋葬された。不設の没後は、書道博物館は遺族が引き継ぎ運営していたが、1995年に閉館し、台東区へ寄贈された。1999年に中村不設記念館が完成、翌2000年に台東区立書道博物館としてをオープンした。台東区立書道博物館も参照油彩画など挿絵など不設が寄贈した。 新宿中村屋のロゴ書家としては、森王外の墓碑鳴を記号したほか、個人の墓石の文字を中心に全国に15基ほどの石碑を確認できる。また、中国の書や、拓本の収集費用を賄うため、様々な企業や商品のロゴも手がけた。有名なものに、聖書、日本製のロゴがある。現在も、不設の書が、宮坂醸造の聖書、マスミや 新宿中村屋のロゴとして用いられている。ありがとうございます。